ただいまから定例記者会見を始めます。川北さんは、なるほど、おはようございます、まず私の方から4点ばかり発表をさせていただきます。まず、沖縄県の訪問でございますが、私のチーム川北の方は日曜日返上で、日曜日から昨日まで3泊4日、私の方は日曜日は県民全体の音楽会といわれる音楽の広場に行っておりまして、そして月曜日の朝は本県の高校生も参加しております。第8回日本の次世代リーダー養成塾というところで、私は実は1回目からやってるんですけれども、そこで全国から集まった数百人の学生さんを相手にいたしまして、2週間ばかり内外の指揮者が講義をしたり、地元の見学会に招かれたりするわけですが、私はそれ月曜日の朝午後に講義を頼まれまして、これをお待ちしますので、そちらに記者室に半永久的にお貸ししますよ。それが終わりました後、月曜日の夕刻入りまして、昨日おとといと丸2日間、沖縄に参りました。昨年の秋に初めて、チーム川勝として沖縄に訪問したでございますけれども、その時には残念ながら中山知事にお目にかかることができなくて、ぜひ今回はお目にかかりたいということで行ったんですけれども、実現いたしました。で、私はかりゆしというのをどのように皆様方がお召しになっているのか大変関心がありまして、それに対抗するために大井川の恵みという大井川諸国がお作りになったのを身につけてまいりましたところ、やはり中山知事はかりゆしを召されて登場されました。で、その登場の前に、ここにいる土屋さんであるとか、他の方々にですね、2人が並んだ時に大井川の恵みと下流市と対抗できるかどうか後でご判断を願いたいというふうに言っていたんですけれども、私は彼が入ってきた途端に実はこれと同じものを聞かれていたんです。こちらの方は麺でですね、こちらはかすりですから、もう断然品質が違って、で、彼が川勝知事に来てるのは何かとおっしゃるので、実は焼津の魚菓子で有名なものがあって、下流市の影響も受けて比較的、インフォーマルフォーマルな席でも着られるようなものとして今日はこれを着てきたと言いましたが、あなたの着てるのはいいですねと、思わず手を触れたくなるようなものがこれでした。で、これはですね、私の方は6300円で売ってるんですけども、これは後に分かりましたけれども、それの6倍ぐらいにする値段だということが後から分かりました。これは実はプレゼントされたものでございます。で、ともあれ、かりゆしというのは、夏服として、大変注目されておられ、注目されています。で、これは実は非常に新しいんですね、歴史が、どのように遡っても40年前です。しかし実際以上これが普及したのは11年前の2000年のサミットです。その時に、この沖縄の伝統ウェアとして、あるいは民族ウェアとしてこれを提供したところ、クリントン大統領、ブレア首相、プーチン大統領、そして森当時の首相がこれをお召しになって、で、その後全国総体が沖縄でありました時に小田氏殿下もこのかりゆしをお召しになられたということでですね、一気に広まって、その間、ファッションショーをやったり、いろいろとデザインコンテストをなさったりされて、実は、統計も見せていただきましたけれども、2000年になってからだと。で、最近さすがにですね、これが増えまして、今や女性も2割ぐらいが着るようになったと。で、ピンキリでございまして、
で、かりゆしウェアというのは多分広がるであろうという先見の目になった方が2000年7月のサミットの直前に商標登録をなすって特許を取って、そして、その中身は県産材を使う沖縄のデザインを大事にするという大まかな規定で、ございます。で、これは大変本件にとっても参考になると。本件の場合今、自由になりました。基本的に自由な夏服のスタイルにはなっておりますけれども、やはりそれなりのスタイルを確立したいと思っておりまして、今回はしばらくこの顆粒子を着てみたいと。でただ奥多摩の中で具合悪いのでですね、物流の交流をいかにするかということが目的でございましたので、そのために我々の持っている本県産219品目のうち代表的なものをカタログにしてお示しすると同時に、お茶とかメロンとか、さらにバラやガーバラなどを知事さんに見ていただきまして、大変圧倒されるぐらい彼は感心されていましたけれども、この物流を両方で促進していこうという申し出も頂戴いたしましたので、その後物流拠点になっております阿南の羽生空港の担当者、トップの担当者の谷村さん、また沖縄の阿南の支店長の前谷さんとも親しく話をいたしまして、そこにおいて本県の物産を使っていただけるかどうか、これは農産物、食材でございますが、が中心です。で、そのためには、そこの持ち主が実は沖縄県なんです。私は阿南が持っていたと思ってたんですけれども、実際は阿南はテナントだそうです。で、そうしたことで、全体を沖縄が経営してるんですが、その沖縄の中心的な会社が沖縄県物産公社というところでございまして、沖縄県物産公社の何て言ったかな、上里社長と親しくお目にかかりまして、沖縄県の物産を県外、中根区国外に売る上において、そのお手伝いをしたいと。で、沖縄県の県産品と競合しないように補完的な形になる形で、必ずしも、常に物があるわけじゃないので、そういう沖縄県産の端境期におきまして、本県産1月から12月まで何らかだといろいろな食材がございますので、それを沖縄県が自由にできるコンテナの中に入れていただいて、そして運送費の割安感を作っていただくということでございます。そうしたことで基本的な推進の方向での合意ができまして、これからお互い勉強し合いながら、アナと物産公社と本県で関係者が呼び集まりまして、日本の県産品の販路拡大に努めたいということでございます。それから、沖縄県には、今アナが就航しておりますけれども、平成22年度の下半期は全国に 75% の搭乗率を誇っています。で、これは一つには、修学旅行も増えているということでございますので、今後それをさらに加速をいたしまして、人流とともに物流を盛んにしてまいりたいという考えでおります。もう一点はモンゴル訪問についてでございますが、これは7月27日から8月1日までの日程で、議長以下15人の県議会訪問団をはじめ、計168人の県民交流団とともにモンゴルを訪問したものでございます。ウランバートルにおきましては、教育副大臣、また商工会の要人たち、そして、大統領府のにおいて、官房長官、さらに大統領夫人等ともにかかり、そして本来のメインの目的でございましたドルノゴミにおきましては、創立80周年の記念式典に、いわゆる貴賓席に、我々は招かれまして、その開会式に、参列すると同時に、またお祝いの言葉を述べる機会も与えていただき、そして友好協定を取り結ぶことができまして、わずか6万人の
県ではあります。またサンシャンドという県庁所在地は2万人にしか満たない、小さな町ではありますけれども、実は結果的にドルノゴビの県知事さんが日本国が唯一できる21県の中の一人の知事さんであり、かつ日本に最初に来た留学生のエリートの一人であり、そして結果的にドルノゴビというところが美しい草原と満天の星、これが最大のその風土性でございますけれども、それにも増して、多くの人が注目されている石炭、鉄鉱石、ウラン、希少資源というものがふんだんにあるところで、そしてそれらを海外に運ぶための鉄道の結節点がドルノゴビの県庁所在地サンシャンドであるということになりまして、そこと静岡県とが友好協定を結んだというのはもちろんドルノゴビ県にとっても初めてのことでございまして、政府要人のほか大変にこれを歓迎されました。でそしてまた木所モンゴル、大使は、通常こう中国政府間の締結というのは早くて3年、まあ、5年くらいかかるのが普通であるところ1年も満たないでできたということで、まあ、大変に驚かれかつ喜ばれまして、大使館としても日本政府としてもこれをできる限りのことをしたいというふうに言われました。で最終日、この帰る日でございますけれども、我々は午後一番のモンゴルからのチャーター便で帰る予定になっておりましたが、この時は実はナーダムというモンゴルにおける日本でいうお盆と正月が一緒に来たようなそういう大きなお祭りの時でございまして、皆さん故郷にも帰るようになる、その一人が、バトトルガ、道路運輸建設都市計画担当大臣であったわけですが、この方に表敬をもし可能ならばウランバートルの間で滞在中にできればお迎えるということにしていたんですが、故郷に帰られているということだったんですが、帰るまでになんとかナーダムが終わったらすぐに駆けつけたいということで600キロの、道のりを乗りでもせずに空港まで我々が表敬するんじゃなくて彼らが来てくださって、30分の予定のところが1時間20分もの会談になりまして、そのうちの40分間はこちらの担当者との交流だったわけですが、残りの40分は差しでやりたいということで、まあ、大事なモンゴルと日本との関係について、いくつかのことを頼まれまして、でそれを私は8月4日じくじと大使に、ご報告した後、大畑大臣並びに松本外務大臣に直接お伝えしたところでございます。来年はモンゴルと日本との友好締結40周年にあたりまして、日本政府としては中国を中心に交流を深めるといういろんな企画をされているようでございますけれども、本県は浙江省との関係で中国との関係をいろいろと考えておりますが、申し物を考えておりますけれども、モンゴルとの関係におきましてはこの40周年に引っ掛けて、いろいろと関係を深めてまいりたいと。で、サッシャタットは友好協定に基づきまして向こうから技術研修員を4人ばかりは最低限受け入れると、まあ、さらにわずか2万人のサンシャントの町でございますので、それを向こうの平均年齢60年で割りますと、まあ、1年に大体300人前後の方がいると。で、高校に行っている青年を全部招いても300人です。まあ、そのうちせいぜい3分の1ぐらいしか来れないでしょうから、そういう100人ぐらいであれば全部お迎えすることができると踏んでおりましたところ、ガンホヤクドルノゴビ知事から子どもたちの交流こそが一番大事だと思うというふうに言われ、で、そして子どもといえば何年ぐらいかといったところ高校生がいいと、で高校2年3年がいいというところまで具体的に言われました。まあ、そうしたことで、教育長の安倍さんともその話を持ってきましたところ、まずはそうしたことが可能であるために可能にするために高校の先生を向こうに送るんですか、つまりともかくですね、できる限りのことをやっていくということになっております。私としましては向こうの冬はどのぐらいあったかいと言っておられました。でどのぐらいあったかとかっていうとマイナス20度だっていうんですね。
それはボグランバートのマイナス40度に比べて暖かいということでして、でこちらはだいたい3度から13度だと言ったらば、まあ、大変に感心されまして、それでこう間抜けすると冬に、で夏には向こうはだいたい10度から35、6度ぐらいまで上がります。で大変気持ちのいい、爽やかな乾燥した風土でございますので、日中の温度は高いですけれども、さほど、いわゆる暑苦しさというのは感じません。ただ直射日光に当たるとヒリヒリするぐらいに、肌がやられます。それはとにかくとして、夏にはこちらのものが、向こう冬には向こうの方が、行くというような形で交流するのが一番いい時をそれぞれ見ることができるのではないかというふうに思っております。3番目の発表項目でございますけれども、現在急激な円高が進んでおりまして、米国債に対する信用が格付けが一つ落ちたりし、またユーロもギリシャも財政危機に触発されて不安定な状況が続いておりまして、円高が進行しております。県では県の商工団体に対しまして、円高の調査を実施しましたところ、昨年実施いたしました融資限度額を5000万円から8000万円に引き上げる緊急円高対応枠を復活してほしいという要望が寄せられました。この金融支援に関わる要望に対しまして、それに応じるようにいたします。今回の融資限度額につきましては、通常枠5000万円に3000万円を追加し、8000万円とするものでございます。4番目の発表項目でございますけれども、秋の食の都仕事人ウィークを開催いたします。9月12日は中秋の名月でございます。前日の9月11日から25日までの15日間を秋の食の都仕事人ウィークといたしまして、イベントを開催いたします。今回の食の都仕事人ウィークは、今年2月富士山の日にちなんで開催しました春のウィーク、5月の88夜に合わせて開催いたしました初夏のウィークに続く3回目の開催となります。春のウィークでは、客数が増えたとする店舗が 26%、 初夏のウィークでは 42% と徐々に増えておりまして、開催の効果が上がっているというふうに評価しております。この催しの実施主体としてご協力を賜るのは、昨年11月29日に富士の国食の都づくり志向の人として表彰された方で、今回は秋の食に積極的に関わることができる130人の仕事人の方々がご参加いただきます。開催期間中は仕事人のお店で県産の食材を使って、中秋の名月をテーマにした料理やお菓子を提供してもらう。ぜひ家族やご友人と一緒に富士の国の秋の食を味わっていただきたいと存じます。本日お手元に お配りいたしましたリーフレットは、参加する仕事人の料理や使用する県産食材等の情報を掲載したものでございます。県内 JR 東海の各駅や県の総合庁舎などにも配布する予定でございます。リーフレットの2面でご紹介しておりますけれども、ウィークと同時期に富士の国大静岡店が静岡伊勢丹で開催されることになっています。大静岡店には仕事人数人の方々にご参加いただくとともに、国内外に誇りうる価値や特徴を定めていると認定した静岡食セレクションの商品など、食の都を代表するとっておきの一品の数々が販売される予定です。実りの秋を迎える9月にはこれらの催しを通じて、富士の国食の都の多彩な魅力を実感していただきたいと存じます。ちなみに、この春夏とやってまいりましたけれども、この間農水省の方で、フランス料理並びにメキシコ料理が、無形文化財として認定されたことを受けて、日本食を、無形文化財にして世界の無形文化財にするという運動を起こされることになり、その委員長に、静岡文化芸術大学の熊倉勲先生が要請されてご就任をされたわけでございます。私といたしましては、
この秋の食の都づくり、これを、一つのきっかけとしてしまして、本県は春夏秋冬それぞれに旬があり、いわば日本の多様な自然の縮図としての特徴を持っておりますので、日本食の都づくりとしてはここが最も最適であるということで、日本の食、これが世界無形文化遺産になるということを目指した、この食の都づくりウィークというものに格上げしながら、この今申し上げましたイベントに加えたさらなる工夫を加えるというふうに、先ほどチーム川勝で話し終えたところでございます。ご報告することは以上4点でございました。ありがとうございます。以上、知事の発表項目に対して質問ありましたらよろしくお願いします。どうぞ。田舎の話なんですけどもね、はい、歴史的な水準でありまして、このままいくと、今回県として、金融支援をされたことなんですけれども、ますますこの県内製造業の空洞化に拍車がかかると思うんですけれども、知事として、県内の産業界に向けて何か、訴えたいこととかですね、元気づけたいことがもしありましたらおっしゃってほしいんですけど。そうですね、これはアメリカの連邦銀行も日銀も、最大限のことをしてもなおかつこの水準でございます。これは世界の金融界の構造的な問題があると同時に、アメリカの、国債に対する信用が低下した、またヨーロッパもギリシャだけでなくて他の国にも火種があります。したがってそう簡単に、この円高が、円安に触れるということはすぐには考えがたいというふうに思いますね。しかしながら輸出に依存している企業の多い本県におきましては、そこが短期的に急激な円高によって被っている影響は最小限に抑えなくちゃいけないと思っています。でそうしたことで3000万円の融資枠を追加したわけでございますけれども、一方でこの円高のメリットというものも合わせて考えていく必要があると思っておりまして、そのための経済対策会議をいつでしたっけ、来週ですか、開きます。でこれはこの円高、つまり輸出企業に打撃があるので、そういう輸出関連企業に援助するだけでなくて、仕事を失う人がやっぱ出てきますので、しかも雇用水準が有効求人倍率まだ 0.60 にはいっていませんので、実はこの7月に各部局に、大変な葉っぱをかけておりまして、ともかく仕事をどういうふうにしたら作れるか最良の知恵を出してほしいということに今しております。で差し当たっては第一につく仕事が一番、身近にあって作りやすいということで、農林漁業、農林水産業ですね、こうしたところに、どのようないわば三次産業を踏まえた、さらに今回の、稲原による、肉牛の被害がございまして、こうしたことも、踏まえながら県内において、資源の有効的な循環活用を図っていき、そのものの動きの中で、人を、が働けるようにするという、いわゆる六次産業化といいますか、域内における経済の自立性をさらに高めるということを、大きな方針としております。本県の場合一次産業から三次産業まで非常にバランスよく保っていると。でしかも、人口も、380万弱いますので、これは一国としても十分にやっていけるだけのものです。でしかも、域外にパスポートもいらない、通貨も同じ、かつ似たような趣味を持っている人たちが、思考を持っている人たちが1億2000万以上いるわけでございますので、そういう人たちがそこにいると。でそうした中でまず域内における循環が見事にできますと、これがまず仕事を生むことになるだろうと。でつまり本県が今直面しております円高による打撃というのは日本経済全体を襲っておりますので、でしかもそれが
極めて鋭角的に襲っているのが静岡県です。そうしたことで私はこのエネルギー転換も含めてですけれども、新しい組み合わせを今各部局に指示を申し上げまして、そのアイデアを早々に持ち寄って対策を立てていくというふうなことも考えております。ありがとうございました、はい、その他健太郎さん、はい、朝日テレビの児玉です、はい、失礼します。2点伺いたいんですけれども、はい、1点はモンゴルについてで、ドルノゴビーの高校生を交流させるという話なんですけれども、先ほど差し当たって先生をお迎えするという話ありましたですけれども、その全体の受け入れの規模が非常に重要、いろんな意味で注目されているんですが、その先ほど知事は2、300人というお話もありましたが、まあ、若年人口が多いという話もありまして、まあ、そのどれぐらいの規模でどういうスケジュールで考えていらっしゃるのかというのを伺いたいのが1点です。でもう1点は沖縄で今着用されている仮輸紙の着心地の感想を伺わせてください。まず着心地がいいという方向からお答え申し上げます。これは入ってきた時にどういう印象を持たれたか知りませんけど、私は自ら着心地がいい大井川の恵みの魚河岸の上等部も身につけてたんですけど、彼が入ってきた途端にですね、これ透けて見えるでしょう。でこれはかすりですから、もう風が入りますよね。で軽いです。だから涼しそうだなと思ってまいりましたね。でそれを彼はしかるべきところで、これが私に渡るようにしてくださって、で私の方はそれには勝る出費をあちらこちらで別のもので買いまくってですね、もうあちらに和下ですかという県産品を売るところがありますが、そこの本店に参りまして、県下こちらにいらっしゃる土屋君も、あと誰かな、あそこに川北さんもそうじゃないかと思いますが、皆さんですね、もう買いまくってだって言うとおかしいですけど、ともかく投資をいたしまして、そうすると物産公社の社長さんが、まあともかく静岡県の方々には沖縄県産品をたくさんお買い上げいただきましてありがとうございましたと、そこで肩を言わないんですよ、違うところに言われたくらいです。でその中でも最もやはり彼らが推奨しているのは仮輸紙 でこのようなかすりからいわゆる、ポリエステルが入った、つまりピンから切るまでございまして、それは広まってきております。でそしてそれはやはり着心地がいいからだと思います。それと同時にいろいろなプリントから、まあ、こうした織物からさまざまな工夫ができると、でしかもそれが全て、県産ということが、あるいは沖縄製というものが分かるように作られているということが愛されている、面白いになっていると。でそれにまたリーダーがですね、観光協会あるいは政治、さまざまな業界のトップがこれをお召しになって、でそして、いわゆる観光総裁にもこれの黒を着ていくというふうにして大丈夫だというふうになさったのには、これすごく急激な発展がありますけれども、着心地が良いことにも加えて、やはりその社会のリーダーの方々がこれを広めようとされたことに大変感銘を受けました。でそしてどのように広めたかについても、こと細かく何ら秘密をするということではなくて教えてくださいまして、そうした沖縄のユニマールといいますか、には大変感謝しました。またこの仮輸紙というのはおめでたいという意味があるそうです。だこれを着ると気持ちの上でも、まあ、軽くなると、もちろん軽くなります、もともと軽いですから、まあ、そんなこともありましてですね、もう今はこれは沖縄への連帯、沖縄大好きですという気持ち、これを表すために今日はあえて来たわけです。でちなみにですね、私はこの下にグレーのものを着ているんですが、そのと向こうではですね下着の白を着ていたわけです。そうすると下着は着ていますかって意味のことを聞かれたのでですね、もちろん下着を着てますと、あ白のため黒もしくは紺にしてくださいと、
それじゃダメねとか、まあ、とりあえず来てくださいというふうことでこれ来せていただいたんですが、つまりですね、あのここだけじゃなくて下着にもこだわっているということが分かりました。だから女性はですね、平野さんがこう、そのように上着にされてるんですよね。そのようにあの、上にあの着る回遊紙とその下とがコンビネーションになっている。だからおしゃれができるというので、それで女の人にも今急速に広がっておりまして、全日空は社員が全部そうだった。さらにまた、沖縄物産公社も、そうでございました。ただやはりあのもちろん着物は自由なので、私はそうであるべきだと思いますけれども、あの比べることができます。明らかに下粒子が合ってるんですね。でこれでも持って帰ってきてここで合ってるかどうかはそれはまた別の話なんですが、そういう意味でやっぱり自分たちが合ったものを、されるものではなくてですね、探さないといけないということを実はこれを着ながら思っているんです。こればかりはしょっちゅう着ててもですね、誰もがこんなものを買えるわけでもないですから、ですから下粒子に変えられるというわけではないと。私たちは向こうが下粒子という作られた伝統ですね、成功した伝統文化民族性、そういうものを、この藤野君に合った形で、これから一老年かけてですね、作っていく今転換期に入ったと、まあ、とにかく着心地がいいということでございます。それから高校生のことですが、当初高校生を受け入れるといったそういう言い方でそんな勝手なこと言ってというふうなですね反応もあったのです。しかし、モノレール全体で270万です。我々の県よりもほぼ100万人少ない、しかし広さは4倍あります。で、そこにヤギとか羊は1400万頭ずつぐらいいるんですね。ラクダや馬もものすごい規模でいると、要するに遊牧社会、なわけですね。だから人口は少ない。で、そうした中でしかし、人がやはりこの資源を活用して技術を身につければならないというものすごいこの今開発途上国からしっかりと開発をして国の力を上げていこうという、国民と指導者が一体になった空気がございまして、それは同席、同行された児玉健太郎さんも感じられたことではないかと思いますね。でそうした中で日本に対する大変熱い思いがあると。でそして、高校生ぐらいだと日本のことが分かるし、自分たちが何をするべきかということについての自覚ができるということで高校生というのがガンホヤクさんから出てきましたので、それならばどれぐらいいるかと、まあ、パッと計算しただけなんですけど、まあ、6万人で60人だったら60年の人生だと、1年間に1000人ぐらいしかいないということでしょ。しかしそのもうあんなに広いところですから、全員が来れるような状況になることはないことははっきりしてます。しかも全員が高校に行ってるかどうかもはっきりしません。まあ、そうした中で、まあ、大体100人、3桁の全般に、ほどの方が来れるというまあ、ことで、それであればですね、今回我々が行ったのが168年、168世帯と考えていただいてもいい。で本県には100万世帯以上あります。100数十万世帯あります。今それから比べるとですね、ホームステイを2、3日あるいは長くて1週間していただくってことについてはおそらく何の、困難もないだろうと見ているわけでございます。ただ困難がどこにあるかとすればビザです。日本とモンゴルとの間には当初、安倍総理との間でですね、一緒に協力していきましょうという申し合わせがなされました。でそして、大統領、モンゴル大統領が昨年の11月にお越しになった時に戦略的パートナーシップという、そういう関係にしていこうという一段格を上げられたわけです。でそしてそれを受けてモンゴル側は昨年の4月からですね、待ってくださいよ、今年の4月からですか、から日本側が向こうに行く場合1ヶ月間であればビザなしで行けるようになったのです。ところが日本側はですね、モンゴル人が来るときにビザを要求するということです。でこれについてのすごい、なんて言いますか、
フェアでないという気持ちが向こうの要人がお持ちでございまして、でこれはじくじと大使も、こう1時間お目にかかったんですけれども、やはりそのようなことを強く言われておりまして、私は来年の40周年の時に、このようなビザの対等の形での、相互訪問ができるような緩和をするべきであると、で不法滞在の人が多いというようなことが原因だそうですけれども、しかし統計を取って今少なくなっているというのがモンゴルの友人の お話でございました。私自身はその統計は見ていませんけれども、そのように不法滞在が少なくなるように最大限の努力を向こうがされていると、来年40周年のその祝いの年ぐらいには、何か実験的でもいいからするべきであるということを、大畑さんにもまた松本さんにも松本大臣両大臣にも、ご説明はしてございます。そういうことも実は難関ございまして、ただやはり迎える用意があるということを申し上げるのはやはり大事なことだと思っておりまして、私は、本県で高校2年生全員が来るというふうになってもおそらく100人を超えるか超えないかだろうと、いうふうに思っておりまして、それは受け入れ可能だと、でそして、それを言ってくださっている方々もいらっしゃいます。ですから全部教育委員会で引き受けるということではありませんけれども、どうしたことができるのかお互い関係者が寄って話し合おうと、で実は私どもは健太郎さんもご承知のように行きましたが、行ったその飛行機が向こうからさっき来たわけですね。でそこに乗っていたのは全部校長先生です。でその数がですね、30人余りだったんです。でどうして30人余りかというとビザの関係ですね、やはり。だからこの、日本側のこの厳しい、規制というのはやはり、今問われているのではないかと思っています。ありがとうございます、はい、はい、どうぞ。読売新聞の市塚と申します。お世話になります。今度の秋の食の都仕事人ウィークのパンフレットでですね、東北のお酒を飲んで復興支援につなげようということで東北のお酒の欄が設けられていますけれども、これについて知事のお気持ちをお聞かせください。そうですね、やはり産業を励ますためにはものづくりをしなさいというにも増して作ったものを使うということが大事で、これはものづくりとものづかいというものが共に大切であるということはかねて我々、共通認識として持つようになったわけですが、その同じ思想で彼らが作られたものをやはり優先的に使いましょうということで、これは伊豆半島あたりから、たくさん人が来られたときにそういう、県産東北産品を使うと、いうことが始まりましたけれども、その流れにございます。私どもとしましては向こうのものを安全で安心ですよという形で、使って差し上げると、いうことを通して、支援をしてまいりたいと。それからまた私はですね、そのことが本県がもし、似たような災害に襲われたときに必ず、情けは人のためにならずでですね、本件についてのこうした試みは記憶されて、本件のためにも返ってくるというふうに考えております。よろしいでしょうか。ではじゃあ幹事社質問の方に移らせていただきます、ね。幹事社の中日新聞です。本日は3点お願いします。まず1点目ですが、文部科学省が原子力損害賠償紛争審査会で原発事故による、損害賠償の中間試算をまとめました。で静岡県に関してはお茶と牛肉が賠償の対象となりましたが、まずこの今回の中間指針への評価を聞かせてください。と2点目です。国は原子力規制機関の再編に関して原子力安全庁を新設し、環境省か、内閣府の外局に報告試案を、示しましたが、
まあ、この件に関しては浜岡原発でもあのウルサーマルの、シンポジウムに関してあの原子力安全保安院が、まあ、やらせ問題を起こすなどのことも発覚してますが、まあ、ますます保安院の体質が問われていると思いますが、この点についての、まあ、ご所感をお聞かせください。あと3点目ですが、民主党が、子ども手当を来年度から廃止することに、で、児童手当を拡充して移行させることに、自民公明両党と合意しました。まあ、それに加えて、その看板政策であった校則の無料化だとか、高校の無償化、あの農家の個別所得交渉にも見直しする、合意になりました。まあ、この点についての評価をお聞かせください。はい、まず第1点目の、お茶と牛肉への補償ですが、まあ、お茶につきましてはこれは南足柄さん の500ベクレルを超す、ことに始まって、まあ、本県、大変な被害を生産農家が受けられ、でそれが茶商に、広がり、まあ、さらに、風評被害が起こりまして、各、方面に多大の被害が出ました。でそれを商談から受け止められて、生産者だけでなく茶商、また風評被害で被害を被った方々に対してこれを補償するとおっしゃったのを評価しております。あるいは当然であると思っています。特にいわゆる、生茶荒茶について 1kg 当たり500ベクレル摂取無料という、この規定につきましては、必ずしも明確な科学的根拠がないと、暫定規制値というにはあまりにもこれはいい加減な規制値であったという認識も持ち、そのような認識を首相、細野大臣、それから厚生労働大臣、農水大臣にも直接お伝えした経緯もございまして、彼らも等しく農水大臣のように謝罪をされた大臣もございました。でそしてそれを形に表す形でこのような賠償をすべて応じるというふうに言われたのを評価しています。また牛肉についても、まあ、稲荒の問題で出ましたけれども、まあ、幸いにして、本県産の牛からは基準ないということで安全であることが分かりましたけれども、まあ、それにもかかわらず、被害が出ました。でこの牛肉についても補償するというのが出たので、これはありがたく存じております。あとはこの被害額をなるべく早く、ま、取りまとめて、関係当局の方にこれをご報告してしかるべく早く、賠償がなされるように我々としては支援をしてまいりたいということでございます。第2点の、原子力安全庁についてですが、今広瀬さんご指摘の中にございましたように、保安院の信用はほぼ完全に失墜したということができると思います。この間、ヨーロッパで開かれた IAEA の総会におきましても、日本の出席者から大臣の方からこれを改めるというふうに言われていましたので、これを早速、経済産業省の、中の組織というのではなくて、そこから自立した、内閣府もしくは環境省のところに置くと、いうことで、来年、早々にそれを決めて4月くらいから発足するということでございますけれども、まあ、果たしてどれぐらい規制力を持てるのかどうか、まあ、見ものではございますけれども、保安庁原子力安全委員会、それから原子力安全委員会、こうした信用が今地に落ちた中で、ようやくこの原子力安全庁というものが本県出身の細野大臣のご尽力によって、出されたということは大変軽視するべきことだと、もっと早くするべきだったと思いますけれども、まあ、今回の事故を受けて、また法案の体質が明確になることを受けて、さらにやらせという実態がますます明るみに出るようになりまして、我々は実際に推進するところと規制するところが曖昧な区分のままの組織の中に生きていたんだということが分かりまして、原子力の安全、またその原子力が立地しているところの地域の人々が安心して生活できるためには、このような規制力を持った原子力安全庁というものがないといけないと
思っておりまして、これを歓迎しております。第3点の子ども手当に関しましては、民主党のいろいろな政策につきましては、ヒューマニティアリアンといいますか、ともかく人々の生活あるいは幸福を待つために、相当の出費を公約に掲げられて、そのうちの一つが子ども手当だったわけですが、子ども手当の場合にはいわゆる少子化問題というのがございまして、この少子化問題に歯止めをいかに始めするかということが課題だったと思いますが、大きな子ども養育のネックになっていたのがやはり経済的な問題だということでございましたので、子ども手当というのはそれなりの存在量があったと思いますが、しかし今子どもをなくし、あるいは親をなくし、親戚縁者をなくし、2万人以上の人たちが命をあるいは行方不明になって、かつ数十万の人たちが助けを求められているという中で、やはりそれをこそ優先するべきだということから、財源をそちらの方に回すというのは お方の理解を得られるところであろうというふうに思っております。で、高速道路の無料化に関しましても、これは、それも功罪でございましたね。特に本件については遠くに行く代わりに、帰って伊豆半島に来られる人がなくなるとか少なくなるとかいうこともございましたし、また、CO2 の排出量が増えているとか、その他イギリスやあるいはドイツ並みに、高速道路は無料にするというのは、そういうことを経験した人はそのほうがいいと思ってたわけですけれども、やはり、マイナスの明らかになったという中で、民主党はあるいは政府に甘えていた国民の意識というものは、やはり、これだけ大きな1000兆円に難々とする国民への借金という中で、その財政支出というものに対して、何でも国に支出して生活を助けてもらうというところからですね、やはり自立をしなくちゃならないという、方向に我々としても考えを改めなくちゃならない。で、子ども手当の場合にはもちろん経済的な事情というのが子どもを養育する上で大きな制約になってはおりますけれども、しかし一方で、必ずしも所得の低いところあるいは失業率の高いところが子どもの出生率が低いというわけではないと、経済力と出生率が相関になっているわけではありません。ですから子どもを、安心して、元気に健やかに、立派に育つようにですね、できるための工夫は他にでもできるだろうということで、私は今健康福祉部にこのお金のことを言われるのでですね、お金はこの児童手当よりも少しはマシですとかと、また国のこの動向を見ながらこちらでも適切に対処していくというふうな姿勢にとどまらずに、それはそれとして正しいことなんですけれども、一方でいかにして地域で安心して子育てができるかという環境づくりについてもっと工夫をするという今時が来たというふうに受け止めていただきたいと、いうことをですね、この説明は読むとですね、何が書いてあるかというとですね、要するに官僚的な答弁が書いてあるんですよ。子ども団に対する手当に関しては、実際の支給義務を行うのは地方であることから、国に対して地方と十分に協議をしていただきたいと考えておりますとかね、国全体でさらに議論を進めていただきたいと考えておりますとかいうことがここに書かれている。それじゃあしょうがないでしょうと、自分たちが何を考えるかということを考えなくちゃいけないということで、これは呼びませんというふうに申し上げたぐらいです。やはり意識を変えて、もうそう簡単にこれが復活するとも限らないと、いうふうに今思っています。田下さん、よろしくお願いします。
どうぞ。読売新聞の寺、読売新聞の寺島と申します。とあのモンゴルのことで改めてお伺いしたいんですけれども、はい、と石炭の輸送計画について、はい、改めて知事の口からとあの今後の展望をお聞かせいただければ幸いです。あの石炭はですね、ドルの語尾、すなわち東の語尾の、にしていますかからこの東語尾にかけて、65億トンから75億トンの石炭が、しかも良質の石炭がそこにあるということが知られています。でこの石炭に対しまして、ロシア、またその輸送に関して中国、アメリカ、そして、インド、さらに韓国がですね、大変な強い関心を示して、大統領レベル、あるいは大臣レベルでものすごい働きかけをされているわけです。それでモンゴルとしましては、国境線はご案内のようにロシアと中国に接しているわけですが、北はロシアに、でロシアはエネルギーは自給しています。しかし中国はエネルギーは自給していません。で一番近い海外ルートというのはモンゴルの南から中国を通って北京を経由して天津から輸出するという経路です。で一方、少し長い経路ですけれども、その北に上がりまして、で持ってきて、それを東側、ウラジオストクなりナホとかに持ってきて、そこから海外輸出するというルートがあります。でこうしたルートの中で、中国は石炭不足なので、中国にその石炭を輸出すると、モンゴルの人の言い方によれば中国のものだとみなされて買い叩かれると。ですから価格形成力を自分たちが持てないということで、シベリア鉄道経由で遠いながらもロシアはエネルギー自給しているので、そこで買い叩かれるということはないので、ただ輸送費を稼げるということから、ロシアというものも大変な関心を示されているということなんですね。こうした観点で、バトトルガ大臣はモンゴルの経済的自立をするために、輸送経路それ自体に対しても大変関心があるんだというふうに言われています。それからまた単に石炭を輸出するだけではなくて、石炭を使っての火力発電所というのも大変関心をお持ち で、火力発電所を自ら作れば電力の自給ができるだけでなくて、かつそれを電力が不足している中国に輸出することができるというふうに彼らは考えているわけですね。でその技術をどこから導入するかということになりますと、これはエンベクドルジ大統領が日本にお越しになられたときに、それまではヨーロッパの国の方が技術が高いと思い込まれていたところ、ご自身で日本の技術をご覧になって、日本の技術は最高だという認識をお持ちになったようなのです。でそうした認識はモンゴル政府要人の大方共有するところでありまして、日本からの技術輸入とそれとの見返りとしての石炭輸出という、そうしたつまり代金をすぐ元気で払わない場合に原料炭で、輸出する代金を支払うというような形も考えていると、まだ具体的にですね、大臣とお話をし、私の考えも申し述べました。でそして、そうした中で今、この石炭の開発と輸送というものを一体にして、大きな国々がそれぞれ連合しながら、アメリカの場合はアメリカ一国ですけれども、その、なんていうんですか、入札に入っているわけです。でどこに決まるかということについて、日本への日本の関与を望むというのがですね、私の得た感触です。日本の関与を望んでいると、言ってみれば中国から独立したところですから、でまたロシアとの関係で社会主義からではあったわけですが、今民主主義に変わったわけですね。そうした中で親日家が多いモンゴルとしては、日本のもっと積極的な関与を望みたい、
なぜ中国だけを見るんですか、なぜ大国のロシアとかアメリカだけを見るんですかと、モンゴルにもっと目を向けていただきたい。日本では観光庁が夏に来て調査をしますって帰って、また秋は寒い、冬は寒い、春は砂嵐が来る、で翌年も夏にやってきて、事情が変わってくるとまたもう一回調査すると帰ると、なんでこんなにスピードが遅いのですかということをですね、もう一切ならず、関係者から言われました。で私は、まあ、こうした事情を、実感すると同時に、早く動かないといけないと、まあ、いうことをお伝えいたしまして、もっともこれは輸送ルートやあるいは開発をどこの国のどこの企業に委ねるかはモンゴル政府のご判断でございますので、それをとにかく政治家のものはもちろんないんですけど、ただ日本に対する熱い思いを私に直に伝えられた、その熱意には深く打たれたところがございます。彼らは資源をテコ、にして、それをベースに、重化工業化を起こす、その中心都市がサンシャンド、ボルノゴル県の首都です、県庁所在地です。それはもう明確に打たれているのです、計画に。ですから静岡県のモンゴルの発展に果たすべき役割は交通の要衝としてドルノコブ県のサインシャンドがあるだけでなくて、重化工業の水溶な拠点になる大都市になる可能性としてのサインシャンドという、そういうところを、首都にする、県庁所在地にするドルノコブ県と、まあ、初めて地方政府間の関係を持ったということで、もちろんドルノコブ県は2万人しかいませんから、我々170人止めるだけのところがないんですね。あるいは我々のレベルで止めるだけのところがないというので、70数人しか行けなかったわけです。でしかも全員がホテルに泊まらないのでゲルに泊まったわけですね。で1日目ゲルに泊まった人はたまたま雨が降ったわけ、それが見えなかったわけです。私が翌日行った時にはもう全部晒れ上がってですね、青い空が見えたわけです。満天の星、もうこれはもう天の川がもう無数なものが降るように、その見方も草原に寝っ転がってみると、そして向こうの日本人、日本語をしゃべれる人が270万人のうち1万人もいるわけですね。で綺麗な日本語で、モンゴルの夜空に関わる昔物語を聞くというようなことに当然といたしました。まるで千夜一夜物語を聞いているような感じだったんです。まあ、ともあれですね、そこはそういうロマンと豊かな自然がありながら、他方でそういう地下資源、鉱物資源があるということで、私たちはその両方をですね、何か日本のため、またモンゴルのためにできるふうに、したいと、念願しておりまして、来年のモンゴル日本友好40周年の時に、必ずしもすぐ静岡県の役に立つかどうか分かりません。でそして大臣が自分が静岡県に石炭をやるとおっしゃったんですよ。だけどそれは別に愛知県の碧南市で、日本一の火力発電所がありますから、そこでお使いになる、そのための橋渡しをする、あるいは日本各地に鉄鋼業がありますけれども、その鉄鋼業の原料炭の、橋渡しをすると、いうふうなことをですね、やはり外交にしろ対外関係というのは人と人との信頼につきます。それ以上の見方でもないとそれは思っておりまして、顔の見える外交、わずか270万人しかいらっしゃらない、わずか6万人しかいらっしゃらないドルノゴビ、わずか2万人しかいない、恐らく4万人おりましたよ。でその半分しかない。 ですからですね、私は全部引き受けてもいいというふうなことを本気で思いました。なぜかというと圧倒的にすごい艦隊力だったからです。だいたいレセプションホールなどというのは、この辺りでやめないとまた質問からされてると皆さんに書かれそうなんですけど、一言だけ言っておきますとね、レセプションホールができてなかったんです。入れるところがないんです。だから2ヶ月で作ったんで、我々が最初にそこに行った時には音楽で混沌したいって言われた、また入ってくれるなってことで外で渡された。でそこに入り口のところに四角い囲われてるところがあって、なんだろうと思って、翌日フェアウェルパーティーに招かれた時にはそこに噴水が出てたんです。つまりまだできてないぐらい必死でなった。だからもうセレブされてるぐらいですね、
もうともかく遠来の客を、自分たちのできる範囲で、お迎えしたいという気持ちが溢れてましてですね、深く感動しましたね。まあ、そういうところですから、石炭につきましても、それ自体を目的にするんではありません。石炭はついてくるというふうに見ております。どうもありがとうございました。はい、あ、三浦さんどうぞ。NHK の三浦と申します。よろしくお願いします。ちょっと別のお話になるんですが、今年度の事業仕分けについてお尋ねしたいんですけれども、昨日外部委員会で事業対象事業の絞り込みが行われまして、これはあの評価が厳しかった順に並びますと、一番最初が今日お話があったあの食の都づくり推進事業 でその次に厳しい評価を受けたのが、あの同率に並んでいますのが富士山の日推進事業、ニューツーリズム推進事業、空港アクセスバス運行事業と、これはあのいずれも知事が就任されてから導入された平成22年度からの事業かと思いますが、まあ、いわば知事肝入りの事業が今度は事業仕分けで仕分けられる、県民の評価を受ける側に回ることについて、今どのようなあの所感と申しますか、緊張感を持たれているか、あのお聞かせください。緊張感はいつも同じなんですが、事業仕分けも今年度です、3回目になります。で1回目の時の事業仕分けの規模は、100億円でしたが、ともかくですね、一番大きかった大きな事業について、コストベネフィットを見ていただいたわけです。200億円分の事業について仕分けをしました。で、2年目は昨年度ですけれども、大きなことについては前年度にやっていますので、それ以外についての事業を大まかなものを取ってきたわけです。だけどその額はですね、ぐっと減りました。38億、それは蹴った額でしょ。対象が、とりあえず減ったわけです。でいよいよですね、する事業する仕分けの対象がないというと言い方ですけど、主だったものがないと、あるいは事業仕分けっていうのはこのコストに対してどれぐらいにベネフィットが、経済的ベネフィットがあるかというところが一番の基礎です、でございますが、例えば今回企業局が入ってますね、教育委員会のものも入ってるんじゃないでしょうか。でこうしたものはですね、最終的には企業局の存在は何のためかとか、教育委員会はどんな仕事をしているのかとか、それから食の都、あるいは富士山の日などというのは何のためにするのかと。でこれはですね、必ずしも、いくらお金がかかってどれだけ、効果があったかと、経済的効果があったかということに必ずしもなじまないものです。でそしてそれはですね、県庁の外郭団体などが、それなりのコストをもちろん使ってます。人件費があり、その事業があり、そうしたものを、従来のものですとコストベネフィットという観点からでは事業仕分けにはならないものであったと思うんですが、こうしたものが入り始めているというふうに見ていますね。で私は、最終的にですね、事業仕分けも今年からは仕分け人が、仕分け人それ自体はプロがありますけれども、また県民から募集した人たちがプロと一緒にやりますけれども、判定人はそれと別にしましたね。これは初めてのことです。いわゆるこれまでの厚生日本がやってきた事業仕分けとは違います。でそれから、これから県の仕事全体を県民の皆様方に裸にしていくと、透明なものにしていくために、来年もまた違ったものになるかと思うんですが、何事によらず全て何をしているのかを、そもそも何のためにこれをしているのかを皆様方の前で担当、の職員、が県民の皆様方の前に堂々としっかりと言えるという関係を作っていくということでですね、これはいかに節約するかということは結果的に起こってきますけれども、そういったのが目的ではないので、私自身はもういよいよ僕自身の仕事を、これは常に皆様方の目にさらされていることなので、それに加えて、集中的に、いろいろ議論していただくのは結構なことだということで、大変楽しみにしているということでございます。例えば
ごめんなさい、ちょっと一言、外郭団体については行財政改革委員会でやるもんだろうと、いやそれもやってほしいというふうにすら私は言ったのです。だし、なるほど、行財政改革委員会があるのでそこ の所管だという面もありますね。だけど両方であってもいいかと思ってるんですが、でそうしたところで残った中でですね、今言ったようなものも出てきたかなと、一番目についてますからね、それであったのではないかと思ってます。目につかない、いろんな組織もございますから、まあ、そうしたものも白日のもとにさらして、議論していただこうと思っています。失礼しました。どうぞ。産経新聞田中です。ちょっと話がかなり変わるんですけれども、今日8月11日は駿河湾の地震から2年、そして東日本の大震災から5ヶ月になります。この節目の日にあたり、まあ、地震から県民を守るということ、防災ということについて改めて知事の意気込みを聞かせてください。まず 8.11 は私にとって天からの継承ということで、以来防災については、人並みといいますか、相当緊張感を持って取り組んでまいりました。でそして、昨年の、防災の日における訓練は、ザマからアメリカの、軍が共同で防災訓練に参加しまして、私はこれは画期的だったと思っておりましたが、防災はチリの銅山の地下に閉じ込められた人を国際的に最高の技術を持って救出するということがございましたが、日本もいろいろな災害などについて、自衛隊やボランティアなどが活躍されているのはご承知のとおりです。ですから、3.11 以降につきまして、私は今回5ヶ月経ってまだ明確な収束の道筋が見えてこないということを非常に憂いています。でこの5ヶ月で原発の事故が収束できないということは、中部電力が東電の力以上のものを持っているとは見ていませんので、したがって、東電の自己収束力に、この程度の力しかないとすれば、中電においてもその程度の力しかないというふうに見ています。で一方で、防災に関しまして、ルース大使とこの 3.11 以後6月1日にお昼から12時から7時半ぐらいまでずっとご一緒したわけですけれども、まあ、その時にルース大使はアメリカとして何ができるかと、何をしたかということを事細かにご説明いただきました。でその時に、当初アメリカ軍の援助を日本の政府がお断りしたということがございまして、私はもしあの時に、アメリカの方は50マイルより離れなさいと言われていたわけですね。でそして燃料が露出している可能性があるという認識に立っていたわけです。で日本の方は圧力容器あるいは格納容器がそれがやられているということはありえないと、でそれが実際はやられていたということが分かったのが5月12日でした。つまり2ヶ月を経ってからだったわけです。そのような実に甘い認識のもとで、いろいろな修復作業されていたということでですね、これは一方で1週間ほどしてからアメリカ軍と自衛隊が大変な救援作業をされていたわけですが、防災については国益はない、国家のあれはないと、人道的な観点から協力する人に対して感謝をすると同時にその救援をありがたく受けるということが大事だと。で今回2万人のアメリカ兵が、また20隻に近いヨダルワイガグムというですね、大きな船も含めて、アメリカ軍のされたことは大変立派なことだと思っておりまして、まあ、今年の、8月28日の防災は、去年ザマから来ていただいた、実はその現場で初めて知ったんですよ、アメリカ軍が一緒に防災訓練に参加されているってこと、その前の報告を受けていなかったんです。でそれで今回は意図的にもうもしものことがあれば東富士にはアメリカ軍もいますよね、海兵隊の一部が、それでまた一緒に訓練もしているので、まあ、そうした防衛ではなくて防災においては国際的な訓練を一緒にしておかないと、いざという時に意思疎通がうまくいかないと、
というふうに思っています。で我々は中国に対して浙江省と防災協定を結びました。で向こうから学びに来られています。でその時にやはり、我々のノウハウを向こうに伝えておくと、もしもの時に一緒に仕事ができます。そうしたことはですね、可能だということで、実は、まあ、今回、そういう方向でこの2、3ヶ月動いております。つまり日米が共同で支援活動ができる可能性というものは あるのかどうか、それを制度的に持っていないので、これをしっかり作っておかないと、またヘリコプターがお互いに来ても周波数が上がるので連絡もできないというふうなことが起こりうると。あるいは松島の航空自衛隊の基地に海兵隊が降りたんですけれども、どうしていいかわからないので航空自衛隊も変えてもらったということがございましたね。まあ、そうしたちぐはぐがあった。つまり防災における訓練もまた制度もないためにですね、せっかく助けてあげようと思っている人たちがいても、それは本来助かった人も助かれていないということがあって、でそうしたことをですね、果たして中山知事はどうなると思うか、機会があれば聞こうと思ってたんですよ。まあ、これは海部田さん同席されたので、されてましたっけ、聞かれてるので後からまたご報告皆さん伺いたいと思いますけれども、海部田さんは自衛隊沖縄は、まあ、軍隊に対してアレルギーがありますね。だから自衛隊に対してはもちろん、あった。またアメリカ軍に対しては元であるということが、自衛隊がですね、離島でいろいろと困っている人を助けてくれるということがあって、本当に防災という観点から自衛隊との関係が非常に良くなったとおっしゃいました。ただアメリカ軍との関係は地位協定でいろいろと、まあ、いわば治安保険のようなアメリカ人が何か事件を起こしてアメリカ基地の中に入り込むと日本としては何もできないと、こうしたことが積もってるんですね。前の事件があるとおっしゃってましたので、それを聞いてびっくりしましたが、そうした事情がございますので、私は今防災協定を、これは、日米、共同、支援協定、共同支援協定といいますかね、防衛と防災、つまりウェポンを持たない、武器を持たないで訓練をするというふうなこと、ヘリコプターで人員を上げていく、タンカーで何する、物資を運ぶ、医療品を送る、もし浜岡で原発のことがあったときに、すぐに連絡ができるというふうなですね、それが今はできませんから、そうしたことを、が必要となる場合が当然考えられますので、私はアメリカ軍のお友達オペレーションがあったときから、これはきちっと制度化しておかないと、単に相手の行為に頼っているということだけになるだろうというふうことでですね、この間ニューポートに行ったときにもそういうお話を向こうの関係者にし、かつ、今度の黒船さんは感謝のための黒船さんにしようと、下田氏と、つまりアメリカと一緒にやるということが今今回助けていただいたことのお礼にもなるし、で同時に事故を小さくする、減災させる方法にもなると、とりわけ原発に関しては事故が起こったときに日本の今自衛隊がやってることはありませんから、アメリカ軍もそれできますからね。アメリカ軍がもしテロで襲われたときに原発を放射能漏れを防ぐためのノウハウを持っているとのことでございます。まあ、そうしたものは活用できるような友好関係を制度的取り組みをしておかなくちゃいけないと、私はまあはっきり言いまして、アメリカルスたちの方から福島第一原発について、援助の申し出があったときに、その秘密がアメリカに抜け出るということを恐れて、援助を断ったということが報じられたときですね、呆れました。アメリカから買っている原子炉ではありませんか。まあ、そのかく人命が大事か、どこを優先順位としてやるかということがあります。まあ、今回自衛隊とそれから国交省の地方整備局と、そしてアメリカ軍とがしたもう献身的なですね救援活動というのは歴史に残るものだと
思っておりまして、こうしたことをベースにして、友好関係を、あるいは軍事的関係を平和的関係の方に軸足を移しつつですね、地球環境問題でもし何かがあったときに、例えばサイパンで、あるいはグアムで、あるいはそのハワイで、これは日本の方が近いですから、日本政府が助けることができると、即座にできるというふうにしておくことがですね、お互いのためにもなるだろうと、いうようなことを考えておりまして、今回、鍵田さんは報道されませんでした、それはおそらく、琉球新報がですね、琉球新報と沖縄タイムズが向こうにございますが、沖縄タイムズの方は物流がこれから発展することを望むという形での記事だった。で、琉球新報の方は割と厳しいところですから、中島さん、難色を示すっていう見出しだったんですよ。難色を示すという見方にびっくりしました。中島さんは真剣に聞かれたんです。で、整理してこれから考えたいとおっしゃったんですよ。で、そしてエレベーターのところで送ってこられて、また会いたいとおっしゃったんです。難色などというふうなものとはほど遠い。ただアメリカ軍というものに対して川勝知事、こういうふうなことがございますとご理解いただきたいと、だから即アメリカ軍の援助をというふうに言えないような県民感情がありますということをですね、具体的な例を挙げておっしゃってくださいました。それは僕たちがレイプ事件しか我々はあまり大きく報道されているのに知りませんけど、もっと日常的にあるそういう圧力をですね、教わったわけですが、しかしそのことはですね、防災協定それ全体について、難色を示されたことではありません。前進したんですよ。はい、小田さんどうぞ。すみません、今のに関連してなんですが、米軍との連携なんですが、また防災訓練ありますけれども、今後その県として米軍とその連携するとか、それを拡大するとか、そういうもの動きはあるんでしょうか。今年の2月、去年の、伊東を中心にして行われた防災訓練がございましたね。あの時にザマから来ています。で、それで、通信を中心になられたんでしたかね。で、それで大変感謝しておりました。で、今年はですね、とにかく自衛隊との共同作業というのは我々にとって不可欠です。で、その関係性にうまくいっているというのはご承知の通りでありますが、自衛隊とアメリカとの関係もこれは恐らく世界にいるようなほどアジアの中ではですね、有効なものだと思いますが、これはいわゆるドンパチではなくて、環境自然災害ですね、人災もそこに入るかもしれませんけれども、原発のようにそうしたときに、彼もこちらで生活してるわけですから、その人たちと一緒にノウハウを実力を持っている人が一緒に救援活動をするということはとても大事なこと で、そのためには土地勘があるとか、あるいは人を知っているとか、そのやり方について通用していると、相手のですね、それがお互いにとって、救援活動を実るものにしますの で、今回それが遅れました。ご案内の通りです。1週間ぐらい遅れたわけですね。それ以後大変な尽力をしていただいたわけですが、そうしたことを踏まえて私は今回ですね、アメリカ陸軍と海兵隊に、あちらは富士に陸軍がありますね、自衛隊の陸自と対カウンターパートのアメリカ陸軍の方々にオブザーバーとしてでも、あるいは、救援活動にですね、ご参加いただけるならば歓迎するということを申し上げております。で、そしてまた、海兵隊に対しては日本のカウンターパートがありませんでしょう。そうした類の無体組織がありませんので、日本には海兵隊のようなですから、アメリカ独自のものですけれども、それを、しかしやっぱり大変な力のある人たちがいるところなので、そういうところもオブザーバーとしていただけるならばというふうには考えております。もうすでにですね、こうしたことはアメリカ大使館の方は承知して歓迎してくださっています。よろしいでしょうか。
部長、どうもありがとうございました。